さあ、始めるざますよ。行くでガンス。ガー。まともに始めろ。キャニオンクロー一行は、フォートモーナスの北東にある野戦病院で、テロリストと内通の疑いがあるブラウン博士と接触した。その後、ドリスコルと共に戦い、さらにタッカーさん家のテロリストを殲滅した一行は、戦力の補給のため、ソレイトの町へ向かった。いらっしゃい。ハフマンの魂は、ハフマン島が国として独立することを望んでいる。では、セットアップを始めよう。Thank you. まあ、こんなもんかな。終わり。また来てくれ。この作戦でテロリストどもを完全に粉砕する。心してかかれ。これが我が軍と敵の戦力だ。ちなみにこの機体はグラージじゃないよ。よし、先制攻撃を行うぞ。まずは坂田、ナタリー、キース、JJ、ヤン、ポール、ハンス、イーヒン、アルダ、オビー。こんなところかな。出撃だ。ティチュ、イワチェティクです。しまったん、人体をやった連中かん、うん。恋のからくり夢芝居、セリフ一つ忘れも。あの小屋、まさか。くっ、うせ、うせ、くべ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 、おーい、戦闘を中止しろー。フレデリック、どうしてここに。事情は後で説明する。だから戦闘をやめるんだ。テロリストどもがやめようとしねえ限り無理だぜ。さあ、どうやって進めていこうか。すまん、少しの間考えさせてくれ。こちらから行くぞ、ラジカルマシンガン。続いて、助け、ペルセドの。あのサラマンダーの魔法か。俺のボディはボディだけパクッとあった。みんな水をやってみてみて。説明お疲れ様。15秒後に恐ろしい展開が待ち受けています。恐ろしい展開っていうのは何だろう。でもそんなに信じ、何もわかんない。やっぱフレデリック、今すぐ戦いをやめろ。ちょっと待て、何なんだこの機体は。まるでガッツルじゃないか。これはそのジャンク屋で売ってたから。いくらなんでも
そのパーツはジャンク屋じゃ売ってないだろう。もうダメか。カレン、グフ。フレデリック、なぜわしを殺したし。仕切り直しだ。今回のテストの点数は0点でした。わって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 。すいませんでした。愚か者が、わしを殺せばこういうことになるんじゃ。ドンタクスったらドンタクス、ドンタクスったらドンタクス。じゃあ、せい、私もやっててね。レベルが上がったぞ。お、新しいスキルだ。I got the go fever, she got the go fever, we got the go fever。 む、スルキク、来て。かを知り、己を知れば、百戦危うからず。かを知れず、己を知れざれば、戦うことに必ず敗れる。これでとどめだ。まだだーん。俺は死ぬわけにはいかない。やられたーん。まずは一突き。まだまだ俺の力はこんなもんじゃない。今日の俺の朝ごはんは味噌汁、そしてサバの味噌煮。うち、ジュリック開国してくださいよ。もう、すでに結婚してるか意味ねえんだよ。グップ。まったく、相変わらず無茶な連中だな。無茶なのはおめえだろ。なんでテロリストなんかの仲間になってんだ。彼らはテロリストじゃないさ。どういう意味だ。俺のジャーナリストとしての勘が当たったって意味さ。ハフマンの魂は決して民間の施設を襲撃しなかった。なのに坂田インダストリーだけはしつこく追い回していた。それはなぜか。坂田がこの島を食い物にしていたからだ。何？坂田インダストリーにどんな関係があるんだ。お前坂田レイジの息子だな。教えてやろう。お前の親父の陰謀を。俺は昔 USN の工場に忍び込んだことがある。坂田インダストリーが USN の OCU 両方の国と手を組んで、新型のバンツァーを開発しているという噂を、聞いたからだ。そこで俺は見た。その工場はバンツァーに搭載するコンピューターに、使用する人間の脳を取り出すための、施設だった。人工受精により製造された人間の胎児の脳をバンツァーの機体を制御する目的で取り出す。それを坂田は、
競合する他のパンツァーメーカーに勝つためだけにやっているんだ。俺たちは、そんな坂田のやり方を、許すことができない。親父がそんなことを。今坂田インダストリーの研究は、次のステップに入っている。B デバイスと呼ばれるタイプは、この島で実戦経験を積んだ兵士の脳を使っているんだ。どうだ、これでも俺のしていることが間違ってると思うか。お前の話が真実だということを証明できるか。フォートモーナス市の北にあるニルバーナ研究所には、B デバイスの候補となる、人間たちが集められている。主に病院から誘拐された兵士だ。じゃあニルバーナ機関の目的は。そうさ、優れた人間たちを集め、B デバイスのマテリアルにする。まさに悪魔の研究所さ。わしの前から消えろ。逃がしてくれるっていうのか。勘違いするな。お前の言うことが真実でなければすぐ探し出してバーベキューにしていく。それまで命は預けてやる。そんなことは許されません。これ以上命令と人道に背くようなことはやめて。責任はすべてわしが取る。皆に迷惑はかけん。それじゃあ、俺は逃げさせてもらうぜ。おめえはどうするんだ。取材は済んだからまた世話になるぜ。調子のいいやつね。報酬5100万ドルを獲得しました。敵撃破ボーナス27,079万ドルを獲得しました。修理費用はゼロです。今わしはいろんなフルボイス動画を見ている。キャロル捨てなくてよかったね。おい、なんてかわいそうなホークアイなんだ。このわしから得た経験値で上がったレベルは嬉しいか。うるせえから黙ってろ。こっちのバラモスもひでえよ。奴らのボスを追い詰めておきながら逃がしただと？お前は何を考えているんだ？くそー！お前たちの処分は追って通達する。それまでこの町から一歩も出るな！もし出たら脱走兵として即銃殺する。以上だ！下がれこのバカども！大佐は本気よ。今度こそ命令に従ってください。わしは本当のことを知ってから死にたい。それだけだ。いいえ、違うわ。あなたはカレンが生きていると思っている。カレンがグレイロックの病院から連れ去られてニルバーナで生きていることに望みをかけている。どうして彼女のことをそんなに愛していられるの。私はナタリー。いいの、言ってちょうだい。私にはあなたを止めることはできない。
いつでもそうだったわね。でももう私はあなたについていくことはできないわ。さよなら。なんだか後味の悪い結果になったな。さて今回はここまで。続きはまた次回。残念だがこの工場にはお前たちの望むものは何もない。覚えておけマクドナルド。次回フルボイスでフロントミッション原作崩壊への道。脱走しました。神様のチート天国。ご期待ください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。